始まりました、アラブンチョ散歩、イエーイ。どうもカンガリコです。皆様お元気でしょうか。あら、何ですか、なんでカーリーターキーじゃなくてカムラミクかって。ちょっと皆さん、今月はですね、ちょっとカーリーターキーが都合により欠席ということで、代わりに私がミク散歩としてね、今日は行きたいと思いますよ。そしてですね、アラブンチョ散歩は皆様のお手元に届いているアラブンチョ通信との連動企画ということで、今回はアラブンチョ通信の3月号、こちらを参考にしながらお散歩をしたいと思います。そして今日行くところが南千住駅の西側でございます。まあ、荒川区なんですけど、荒川区、なんか私あの高校生の時に荒川先輩という怖い先輩いたんですけど、その人とは関係ないのかな。そして欠席のターリーターキーから何かメッセージが届いているとかいないとか、どっちや。アラブンチョ通信を開いてください。すごい付箋、メッセージこれ、なんかもっとこう頑張ってくださいみたいなないんですか。はあ、ターリーターキーらしいですわ。ちょっとあわよくば私があのアラブンチョ散歩を乗っ取りたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。それではまったりとミク散歩スタート、行ってきます。あれ、なんだこれは。松尾芭蕉さんの銅像がいきなりありました。うわ、書いてる、荒川区銅像たくさんある説、説っていうかもうあるんですけど、奥の細道、やたてはじめの地、こう空を描いたのがここがスタートってことですか。そうだったの、すごっ、なんか眩しいわ、やっぱ松尾芭蕉さんすっげー眩しいんですけど。ゆかりあるんですね、松尾芭蕉さん。工事が始まったところでちょっとお散歩に行きたいと思います。行ってきます。でかー、この橋が足立区と荒川区を結ぶ千住大橋です。昭和2年にこれ作られたんですね、すごいですね。で、松尾芭蕉は江戸深川から船に乗って隅田川を北上、隅田川ってこれですよね、千住というところにて船を上がったという記述があるそうなんです。千住っていうところは足立区なのか荒川区なのかは定かではないようです。芭蕉さん、はっきり言ってくださいよ。千住に降り立った芭蕉さんはここで八立はじめの句として知られる、ゆく春や鳥なき魚の目は涙を呼んだそうなんです。じゃあちょっと三河芭蕉もここで一句、ゆく春や車の音を鳴りけり千住大橋、お後がよろしいようで。あ、こっちか。方向間違えた。おお、神社がありましたよ。うわ、結構大きいですね。なんかでっかい付箋が貼られてるんですけど、神社に注意。何かですか？神社が苦手なんです。あれですか、たまちゃんがあんま学がないからちゃいます。任せてくださいよ、私たまちゃんよりかは賢いと思うんで大丈夫です。ところでこれは何神社って読むんですか？あ、でもね、私聞いてるんですよ、ターリーターキーが困ったらガイドブック見なさいよって。見ます。裾野神社、古くから町と人々に寄り添い続ける神社、御祭神裾野の狼と飛鳥狼がこの地にご鎮座られて1200年を超える由緒と歴史のある神社。すごいじゃん。じゃあちょっと私のね、ちょっとミク散歩の成功も願って行きましょうか。じゃあお参り行きます。わあ、すごい。
育さんと成長しますように、あ、成長じゃない、成功、育さんと成功しますように、あと R1 優勝しますように、2022年次たび高松さんと篠宮さんがもっと仲良くなりますように、あとハーリーターキーの散歩を私がもらえますように、よし、はあ、千住大橋ある。クッキーってどれですか？あ、本当だ、あの奥が大橋渡っていいんですか？失礼します。ちょっと鯉もおる。クッキー、すごい、奥の細道とは言いますけども、細道の先にはクッキーがありました。置かれてますね、松尾芭蕉さん、すごいですね。しかもめっちゃ良くないですか、このなんか桜も咲いてるし、梅か全然違うやん、梅、梅です、お春やな。あ、古池や、かまず飛び込む水の音の、あの本物のカエル今飛び込んだんですよ。お、ここは、お、荒川ふるさと文化館ってちゃんと書いてますね。お、すごい、すごい、これは何、あ、トリックアート、うわ、すごい、ここにも芭蕉さんがいますね、すごい。これって私も歩いてるように見えるのかな、見えます、なんか座ってましたよね、楽しいですね。ちょっと中入ってみましょうよ。うわ、広い。お、入館票書くんだ。R1 のシステムと一緒ですね。書けました。すいません、これ書けたんですけど。はい、お願いします。こちらが常設展示室。あ、すごい。何ここ。荒川の原始、おお、ちょっと社会疎いんであれなんですけど、あ、縄文時代だ、やっぱ貝類を食べてたんだっていうことが分かりますね。あー、いいな、ハマグリ食べれんねや。あ、古代中世、もうここになると私はあれですけど、千住大橋の歴史もここで知れる。あ、徳川家康さん有名人じゃないですか。1594年に徳川家康さんが初めて架けさせた橋です。え、そうやったんや、それすらも知らなかった。へえ、そのミニチュアが、あ、なるほどなるほど、あ、じゃあこっちが南千住でこっちが北千住みたいな感じですかね。ミニチュアめっちゃ楽しいですね。あ、ちゃんとこっちが北ですよっていう、すごいですね、やっぱりなんか歴史感じますね。え、なにこれ、すごい、朝ドラやん。え、ファーンファーンってなってますよ。え、タイムスリップしてるやん。うわ、ちょっと覗いちゃおう。うわー、すごい、めっちゃレトロ。え、子供ら、吉永小百合さんの時代ってことですか。まだ若い子だ、明治、いやいや、昭和だって。今何年なんですか、ちょっと人がいない。すいません、令和からタイムスリップしてきたものなんですけど、あれ、あ、令和に戻っちゃった、なんか泣きそうなったな、懐かしくて。別に生まれてないんですけど。奥の細道来たよ、やっと、あ、すごい、芭蕉さんですね。お、奥の細道、どんだけ行ったかっていうことですか、これはね。え、これ歩きで行ったんですよね。もちろん。歩きで有名な人ですもんね。こっからこう行ってこうですか。総距離600里、約2400キロ。そうだ、日数、そういや知らなかったな。150、6日約5ヶ月。でもこれだけ行ってるってことですもんね。松尾芭蕉さん、
足腰強いですね。おお、企画展示室っていうところもありますね。企画展示室、お、伝えられる技、釣り竿ってことですか。いやなんかいいですね。橋も見れるし、でその松尾芭蕉さんのその句碑も近くにあるから、そのままお散歩行けるっていうのがすごい。あれ、なんかデカデカな看板が、中山式って何？あ、貝って見えた。貝、貝浮き、貝浮きって何？なんか良さそう。癒しって書いてるもん。だってちょっと癒してもらいに行っちゃいます。どっから入んねやろ。ここですかね。あ、こっち、こっちですね。中山式さん、失礼します。失礼します。お、すごい、もう銅像がすでにある。あ、すいません、お邪魔します。すいません、失礼します。あ、お名前お伺い、中山式産業の吉田と言います。あ、よろしくお願いします。吉田さん、あの中山式さんっていうあの看板を見てちょっと来たんですけども、はいはい、何屋さんなんですか。うちはですね、はい、ここにあります、はいはい、コルセットですとか、はいはい、膝のサポーターですとか、はい、このツボを押す回遊機ですとか、はいはい、あと姿勢を矯正するものですとか、はい、っていう作ってるメーカー、はい、メーカーさん、はい、になります。製造して、あと直接あのお客様に販売をしたりとかしてます。こちらでも、こちらで販売をしたりとか、あと今ですとネットで販売をしてます。回遊機っていうんですか。回遊機って、あの看板、はいはい、はい、見ました。あの回遊機っていうものなんですね、はい。あ、それが こちらの、はい、この商品、初めて見ました、はい、すごい形、はい、歴史っていうのはどれぐらいあるんですか。はい、1940年、うわ、昭和15年すごい創業になります。すごいですね、はい、大先輩というか大師匠。でこの回遊機が昭和22年に発売しました。22年、はい、もう大体も70年ぐらい立ちます。でその時の第1号の回遊機があちらに飾ってあります。え、ちょっと見ていいですか。はい、ぜひ。あの形そのままなんですね。はい、全然変わってない。はい、変わってないんです。へー、はい、あの素材は変わってますけども、はいはい、この形は昭和22年から変わってないんです。まんまなんですね。まんまなんです。はい、すごい。これって中山さんが発明された。そうです、はい、あの銅像の。あー、なるほど、はい、あの創業の社長中山武雄なんですけど、さんが、はい、考えて開発したのが中山式回遊機になります。はい、失礼します、はい、お、でも結構素材が木製木でできてます。だからなんか温かみありますね、はい、これを、まあ、床なり、まあ、ベッドなりのところに置いていただいて、うん、実際これ寝て使っていただきます。へー、はい、で自分の体重を、はい、この回遊機にゆっくりと体重をかけて使っていただいて、この4つ玉が、はいはい、あの指圧をする効果があります。なるほど、はい、なので指圧の代用機になります。なんかお家用のマッサージ機。そうですね、の初代みたいな感じですか。はいはい、で電気も使わないですし。そうですよね、はい、すごくエコな商品。エコですし、はい、場所も取らないし、持ち運びもできますし。いや、当時から考えられすぎでしょ、はい、これ、はい、すごいですよね。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ、このように、はい、背骨を挟んでいただいて、はい、両サイドの筋肉を、凝りをほぐしますので、はいはい、実際にちょっと使っていただいて。はい、わ、はい、かりました。実感してください。私結構凝り性ですよ。じゃあ結構効くと思いますので、はい、このまま寝ますね。はい、あ、ちょっと待って、痛くないですか。気持ちいいですか。めちゃめちゃ気持ちいい。10秒程度を目安に少しずつあのずらしながらお使いください。腰は横にして使いいただくとまた広範囲に渡って、あ、ジャストフィット
これ私用に作ったんじゃないですか。ほぼ大体皆さん気持ちよく実感していただいてますので。中山さんありがとう。こんな素晴らしいものすっごい入ってる。姿勢、はい、が悪い。姿勢悪いです、はい、なのでこの姿勢のサポーターをちょっと体験して、はい、あ、いいんですか。いいと思います。使いたいです。私正直でもこのサポーター系ね、数々のサポーターをくぐってきてるんですよ。うわ、姿勢が良くなっちゃう。本当に結構きついの多いんですよサポーターって。私結構巻き型なんですけど。よく最近の方巻き型に悩んでる方非常に多いですよね。え、巻き型知らずなんですけど。これ今すごく姿勢がいいです、はい、もうつけるだけで姿勢が良い。何の努力もしてないんですけど私。そうです、努力してないですよね。え、すごい、なんか綺麗に見えません。女優やん、もう女優やん。再び南千住駅近くにやってきましたよ。ちょっと次はどこ行こうかな。お、南千住中通り。もしやこれは商店街的なやつかな。こんなにぎわってる標識見たことないもん私。この大蔵屋さんっていうのがすごい気になるんですよね。昔ながらの味を守りながら進化し続ける老舗の豆腐屋さん。いやちょっと気になるな、ここ行ってみたいなと思ってたらありました、大蔵屋。え、創業大正3年って書いてますけど、ちょっとお話をお伺いしてみましょうかね。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。すごい、もしかしてこのガイドブックに載ってる石橋さんですか。そうです。よろしくお願いします。石橋さん、これなんか4代目って書いてるんですけども、はい、こう何年ぐらいされてるんですかこちらは。でも創業はなんかこの看板には大正3年ですから、数えて100年ぐらい。すごい、結構軽めに言うんですね。なんか書いてるから。この場所では、はい、まあ、昭和25年です。もっと前があって、祖父の時代にここの場所に移動してきたっていう、はい、そうなんですね。やっぱここ見る感じではお豆腐屋さんっていうことですか。そうです、お豆腐屋さんです。ここで作ってらっしゃる、うん、そうです、豆腐は全部ここで。おすすめの商品とかってあるんですね。今こっちにいろいろ並んでるんですけど。はいはいはい。あ、結構ありますね。これがまあ普通の豆腐、はい、はいはい、絹の表面ですけど、はいはいはい、マレーヌとか、はい、あとこれはまあ硬い木綿豆腐で炒め物とか豆腐チャンプルでもいいです。あとはこうデザート。デザート、お豆腐の作ったデザート。すごっ。三つやっこっていう名前つけたんですけど、結構ヘルシーですよね。で卵も使ってないし、クリームみたいな感じなんですけど、中に蜂蜜も一緒に投入と混ざってます。絶対美味しいやんこれ。石橋さん的に推しは。推しはまあこれ。じゃあ三つ薬は私、じゃあこれ欲しいな、これは買います。あとまあ気になる、ちょっとこういうお土産セットなんていうの。え、何これ、5点セット。5点セット、なんか違うのも買える。え、めっちゃ可愛い。これオリジナルの、これバッグなの。そうです、うちの娘が。え、デザインしたんですか。娘さんは何されてるの。これちょっとデザインの。ああ、やっぱり、全部セット。これレイアウトのね。めっちゃいいじゃないですか。行っちゃいます。行っちゃいます。ちょっと行っちゃいます。え、変更できます。ドーナツじゃなくてこれにするとか。あ、じゃあドーナツじゃなくてこれにします。はい、お客さんもあのこれとこれ変えてくださいって言ったら、まあ、お用語に1200円とかもあるね。すごい。ちょっと皆さんもぜひね、ちょっとお好きなの選んで、はい、これは結構なお得な気がしますね。やったよ、だいぶお得になりました、はい、いいですか。はい、すいません、はい、ありがとうございます。なんかね、この付箋めっちゃ気になるんですけど、この時期食べ物を扱っていらっしゃるお店にご迷惑をかけられないということで、テイクアウトしたものを家に持ち帰って食リポしています。そっか、このご時世はね、外じゃなくてね。あれ、でもなんか前回ナミちゃんがえらいやらかしたって聞きましたけど、何ですか。全然やらかしてないです。長尺のレポートを買ってくれた、はい、30分番組なのになんか30分近くのその食レポを送りはったっていうのを
噂で聞いたんですけど、はい、それやらかしてますよ、奈美ちゃん。あかんよ、30分のやつ送ったら。まあでもさ、このほとんど使われてないってもう分かっててもさ、私ここめっちゃ気になるのよね。おでん居酒屋さかちゃんち行きたいな。これテイクアウト OK って書いてる、ちゃんと。アラ文書通信やるじゃん、めっちゃ楽しいんですけど。さかちゃんち、あ、これもしかしてこちらかもしれないです。さかちゃんちって書いてる。あーすごい、なんか綺麗なお店構えですね。ちょっと見てください。このままだと潰れてしまいます、助けて。こんなハードボイルドな餅巾着初めて見ましたよ。これはちょっと助けないと。ちょっと行きましょう。何が起こってるの、お店の中で。ちょっと失礼します。お邪魔します。すいません、お世話になります。あの、さかちゃんちですよね。はい、そうですね。あ、緑川さん、はい、ガイドブックに載ってた店長、よろしくお願いします。あの張り紙を見たんですけど、はい、助けてくださいって何があったんですか。いや、もうコロナの時期でちょっと大変で。やっぱそうなんですね。そうですね、店内の飲食がかなり少なくなってるんで。あ、そうなんですね、はい、ちなみにね、この1年中、はい、おでんが楽しめる。そうですね、夏でも全然あったかいおでんをお出ししてるんで。え、はい、あ、本当に1年中、はい、1年中も変わらずおでんはずっと続けてます。あ、そうなんですね。メインなんで。やっぱこのテイクアウトのものがいっぱいありますね。今は夜の営業ができないんで、はい、こういう感じでお客さんもなかなか入ってこれないってことなんで、うんうん、テイクアウト、お弁当などちょっと力入れてやってるんで。すごい、あの、お手軽な値段なんですけど大丈夫？店内で食べれるよりかはお持ち帰りの方が今お得になっている状態で。いや、にしても安ない？税込みかい、ほんで税込み。店内でも、時間内であれば食べられるってことですか。そうですね、今ですともう8時までになっちゃうんですけど、はいはい、店内のご営業やってまして。うわー、お店でも食べたい。8時以降も11時まででしたらテイクアウト、お弁当、お店の方来て、はい、持ち帰ってもらってっていう感じでやってます。そうなんですね。やっぱ看板にもおでん居酒屋って書いてたんですけど、はい、ちょっとおでんちょっと、はい、あの見てもいいですか。はい、大丈夫です。どちらにあるんですか。いいんですか、ちょっとご対面させてもらおうか。お、中入って大丈夫ですか。はい、特別に中に入らせていただきます。すいません、失礼します。はい、あ、こちらですね。こちらですか。はい、美味しそうっていうか、本物のこのおでんの機械っていうんですか。専門店さすが。うわ、もういい出汁の香りがしてますね。全部で21種類うちやってるんです。こちらもテイクアウト全然やってるんで。あ、こちらもやってるんですか。はい、でもお持ち帰りなんです。最高じゃん。ちょっとお持ち帰りしちゃおうかな。おでんのお持ち帰りしたいです。はい、ありがとうございます。いや、でもやっぱあのハードボイルド餅巾着気になるんで、やっぱ餅巾着いっとこうかな。なんかおでん、私結構なんか個人個人で決まってる方多いじゃないですか。私的にはこう大根はね、捨てられない。捨てられない。店長さん的なおすすめってありますか。そうですね、あとはゆでたん、手羽先、それをね、もうお店でしっかり仕込んで。確かに、ね、作っているものなんで。ゆでたんってあんまり食べないですよね。おでんではちょっと珍しいかなと思います。じゃあちょっとゆでたんも行こうかな。はい、すいません、お待たせいたしました。来た来た、ありがとうございます。うわ、めっちゃあったかい。もう美味しそうすぎるんですけど。お家の壁の薄さを考慮して小声で食レポしたいと思います。大倉屋さんのお豆腐、このセット買ってよかった。めっちゃ可愛い。デザートのお豆腐いただきたいと思います。3つもついてますので、いただきます。めちゃめちゃ美味しいやん。めちゃめちゃ美味しいやん。これ確かにデザートにはぴったりですよね。ヘルシーにデザートをいただける。しかもこのうまさ半端ないね。あかんかん。開けます。じゃん、おでんです。さかちゃんちさんのおでん、店長おすすめって言ってた。
あの牛すじ、牛すじいこうかな。いただきます。柔らかー、お出汁しっかり旬でます。でこの牛すじの脂程よいですね。とろけます。うん、好き好き好き。はい、ということでお送りしてまいりました荒文町散歩。今回は南千住駅西側周辺をね散歩してきたんですけども、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。南千住ってこう歴史が深いものいっぱいあったんですよね、まあ、神社もそうですしお店もそうですしね、なんかそういうのをね味わいながらお散歩をゆっくりするのがねすごくぴったりな場所だなと思いました。それでは南千住駅西側がどんな街だったのか、ここで一句。春からは私がやるよミク散歩。南千住関係なかったですけども、はい、すいません。これからもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。